はい、出していきたいと思います。こんなに変わる NPM と Webpack を使って Web 開発をもっと楽にというタイトルで、株式会社スパイラルエッジの渡辺智則さんにお話しいただきます。渡辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、ちょっと駆け足になってしまうんですが、NPM と Webpack を使ったですね、Web 制作の開発、効率化についてお話ししていきます。簡単に自己紹介です。池袋のですね、スパイラルエッジという会社で代表取締役、もしくは、ウェブデザイナーというプログラマーをやっています。で、現場でこんな悩みないですかということで、チームでやってますと、人によってですね、得意なエディターが違ったりとかしてですね、そうなってくると、例えば SAS 一つとってもですね、プラグインが異なっていたりするので挙動が変わってきたりするんですね。そういったものをですね、もうチームで統一しようということで、それを簡単にしていきたいということで、実際これ僕自身も経験したんですけども、じゃあどういうふうにしていけばいいかと考えた結果ですね、 NPM と Webpack の組み合わせがいいんじゃないかという形になりました。そしてですね、この組み合わせ使うことによって、開発自体の効率も上げていくことができますよという感じになります。で、じゃあ NPM というのは何かというと、パッケージマネージャーですね。で、じゃあパッケージとかライブラリとかって一体何かと言いますと、jQuery とか、Angular とか、他にもいっぱいあります。あとで紹介する Webpack もその一つです。で、じゃあ Webpack って何かと言いますと、これモジュールバンドラーと言います。モジュールバンドラーっていうのは難しいんですけど、簡単に言うとですね、ウェブサイトで使われている JavaScript とか CSS とか、あと画像ファイルもですね、一つの JavaScript ファイルにまとめてしまおうという、ツールになっています。で、この Webpack を使えばですね、SAS とかのコンパイル化もできますという感じです。よくサイトを作ってるとですね、一つの HTML のページの中に CSS とか、JavaScript をたくさん読み込んでるっていう、サイトもよく見かけるんですが、Webpack を使うとたった一つの、JavaScript を組み込むだけで、それが全て適用されるといった感じになります。ですね、この NPM と Webpack それぞれです、ね、設定ファイルというものがあります。 NPM はパッケージ JSON、 Webpack が Webpack Config.js というものがあります。でこれをですね、あらかじめ作っておいてですね、チームで、共有するだけ で、 ですね、同じ、開発環境を構築することができます。NPM、こちらの簡単な導入方法なんですけども、黒い画面ですね、コマンドプロンプトや、ターミナルを使ってですね、パッケージ JSON を作りたい、ごめんなさい、先に Node.js をインストールしておきます。これは簡単にインストールできるので、ググったりとかすると出てきます。で、パッケージ JSON を作るんですけども、これも、作りたいディレクトリまで移動して、そして npm init と打つとパッケージ JSON が生成されてきますと。で、そこにですね、jQuery とか例えば Angular とか、追加したいときはそのまま npm インストール、その後に、パッケージ名を打ちます。逆に、アンインストールしたい場合は、そのままアンインストールという感じで、これをですね、入力していくことによって、そのパッケージ JSON の中にですね、どん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 とこのサイトにはこのライブラリを使っていきますよという記述が追加されていてですね、実際に、ノードモジュールというフォルダの中にそのファイルがダウンロードされてきます。で、ここで生成されたパッケージ JSON を、他の人に共有してあげると、その受け取った人がですね、同じく NPM インストールと打つだけで、同じ、パッケージがダウンロードできるといった感じになります。続きまして Webpack なんですけれども、こちらも先ほどと、同じようにですね、NPM の一つのライブラリになりますので、同じく NPM インストールで Webpack をインストールしていきます。で、その設定ファイルである、Webpack Config.js というのはですね、これ手動で作成していきます。テンプレートが、一番簡単なテンプレートが、こんな感じになります。ポイントとしてはエントリーポイントと、アウトプットというものがあります。で、エントリーポイントが、その要するに取り込むファイルですね。で、アウトプットが、それをひとまとめにして出力するファイルという感じになります。で、この Webpack なんですけれども、このように Webpack-watch というふうにですね、ターミナルで打つと、そのエントリーポイントの対象になったファイルをずっと監視し続けてですね、それが変更になった場合、自動的にまたファイルを一つの、ものに出力してくれます。
そしてですね、先ほど NPM でインストールしてきた例えば jQuery とかです と,、こういった形でリクワイアというものを使うことによって、JavaScript の中にこれを書いておけばですね、わざわざ jQuery のスクリプトタグをですね、HTML の中に書かなくても、そのまま jQuery が利用できるようになります。他にもですね、先ほどお話しした SAS のコンパイルとか、あとローカルサーバーの起動とか、いろいろ、設定できることはあるんですが、もし、同じような悩みで、同じような悩みを持っていらっしゃる方とか、チームがいらっしゃいましたらですね、ぜひ一度こういった作り方も参考にしてみていただければなと思います。以上です。ありがとうございます。はい。